しかし、あなたの意見に合わせるとこの物語はサスペンスになってしまうぞ。私が書きたいのは論文だ。論文とは何かわかるか？厳密さが求められるんだ。では君の言葉を借りて、厳密さを求めるのであれば、最初からタタラスナの疑惑などというテーマにはするべきじゃない。決めつけられないことなんだから、交渉として書くことしかできないだろう。課題は確かに恩師から受け継いだものだ。だがこういう話というのはどうしたって興味をそそられてしまうだろう。不可思議な場所、知られざるその細部、謎の人物。好奇心からそうした論文を書きたいと思い立ったんだ。だからあなたに頼んでいるのではないか、沢田先生。赤羽さん、僕にお願いしに来た以上は、もっと僕の意見にも耳を傾けてもらわないと。ドラマ性というのは小説の核心、こればかりは仕方のないことなんだ。いや、それは。あそこの二人、タタラスナの話をしてないか？でも、あれは稲妻の地名だよな。スメール人が稲妻の謎の事件を研究してて、そのために論文まで。周りの人はおかしいとも思ってない様子だし、スメールの学術的雰囲気ってやつは本当に自由だな。おう、ちょうどあいつらが話してるタタラスナの疑惑が何なのか確認してみようぜ。では、書稿は私の交渉をもとに沢田先生に編集してもらう方向で進めよう。今回の文章においては、きっとあの失踪した歌舞伎者が論説の肝となるだろう。はあ、あの名高い旅人が見つかればいいのだが、彼は見識が広いという話だ。何か知っているかもしれない。お、こちらが旅人さんか。もう、おい、その顔はなんだよ。オイラたちを疑ってるのか。いやいやいや、もちろんそういうことではない。旅人さんのご存命は稲妻にいた頃から耳にしている。初めて君とその謎の白い仲間を目にしたもので、好奇心からつい観察してしまった。職業病というやつだ。すまん。沢田先生と来たら全くすまないな。私たちはどちらも家に長くこもる性分ゆえ、少々社会性に問題があるんだ。旅人さん、あなたはみんなをたくさん手伝い、いろんなところへ行ったと聞いている。そこで一つ、タタラスナの話をしてくれないだろうか。けど、オイラたちもあそこについてはよくわからないんだ。お前たちが話しているのを聞いて、興味があったから来たんだ。ああ、やはりそうなのか。前に恩師も、この課題を選んだのは難易度が高くて、挑戦のしがいがあるからだと言っていた。稲妻の現地の人でさえ、タタラスナの昔の出来事はあまり知らないからと。ただ、もしよければの話だが、皆さんに僕のタタラスナ事件に関する捜索の方向性を見てもらいたい。ちょっと待った、沢田先生。最初からそれだと分かりづらいのでは。それもそうだな。じゃあ、まず若葉さんの論文の書稿を見てもらおう。うん、紹介しよう。まず、タタラスナ地区でとある資料を見つけた人がいたんだが、その中では
神輿長政という人が良い刀を打ち出したことに言及されていた。しかし彼は最後にこの刀を火に投げ入れて溶かしてしまったらしい。その上葛城という手下を殺してしまったというんだ。理由については誰にもわからない。ただこの長政とその手下、そして物語を記録した人物以外に資料の中にはとある歌舞伎物についての言及があった。稲妻においてこの単語は得意な格好、あるいは行動する奇妙な人を指すようだ。そうだ、赤羽さんの恩師もそれなりに本土で調査をしていて、どうやらこの歌舞伎者はタタラスナでしばらく生活した後姿を消したらしい。その後に先ほど言っていた変な事件が起きた。一人の変人がいて、そいつがいなくなった後に殺人事件が起こった。どう考えてもおかしいぞ。だろ、僕もそう思ったのだ。だから当時タタラスナで起こった事件に関する細かいところを聞き回ったのさ。そしたらなんと。いきなりでかい声を出すなよ。大事なところだからちょっと強調してみたんだ。そしたらなんと、僕のとある友人が幕府の資料室で働いていて、関連を探る手伝いをしてくれたのだ。先ほど出てきた人々は皆400年前の稲妻で生活していたことがはっきりした。当時のタタラスナはすでに稲妻における精錬工業の中心地だった。そこの最高責任者は庭という官僚だったのだが、面白いことに彼もまた最終的には行方不明となっていた。失踪したやつがもう一人？まさにその通り。しかも庭という名字、これがただものじゃない。稲妻の精錬鋳造の名門を知っているか？精錬鋳造といえば、それって一心殿とかか？おや、よく知っているな。なら話は早い。この庭というのがあの一心殿最後の後継者である楓原家の縁石だったのだ。その楓原家も後に事件があって落ちぶれたという。詳細な経緯はよく知らないが、これだけ要因が重なっているとどうもいろいろと想像してしまうな。楓原家。沢田先生、一番大事なところを忘れているぞ。おっと、僕の記憶としたことがここ一番を忘れていた。皆さん、ここからが本当に大事なところだ。信じてもらえないかもしれないが、これは僕の生涯の中でも前代未聞の。もったいぶらないで早く。赤羽さんの恩師の資料によれば、九段の歌舞伎者は人間ではなく人形だったというんだ。人形？おや、お二人の表情から察するに関係ある話を聞いたことが。ただ人形なんてものが物語に出てくるのが変だなと思って。お前の言い方のせいで怪談みたいになっちゃったじゃないか。そう、僕もそう思った。しかし稲妻には確かに人間でない種族がいることを考えると、人形が出てくる事件があってもおかしくはない。だからこの作品を書いたんだ。というわけで一つお目通しを。
ぜひ私の論文の書稿も一緒に。和田先生は私の論文を彼の創作の方向性に合わせてほしいと思っているようだ。だが私は論文とはもっと現実に即したものであるべきだと思っている。細かいところを全て不思議な力で片付けてしまうべきではない。澤田先生のお話の中ではっきりと言えない部分を全て政治的要素に結びつけるのはどうだろう。例えばこの事件の本質はいくつかの勢力の縄張り争いだったとか。論文ってそんな適当にでっち上げていいものなのか。おいらてっきりお前が書いてる方が小説なのかと思ったぜ。赤羽さん、君の恩師があれだけ時間をかけて積み重ねた調査と僕の人脈をもってしてもたったこれだけの資料しかなかったんだ。もうこれ以上は深入りできない。しかも本当に君の言う通り、この件が極めて重大でよその勢力闘争にまで関係しているのならなおさら真相を知るつてなんてないだろう。はあ、それもそうだな。もう少し考えてみるよ。少し時間をくれ。新しい切り口を考え直す。用事があるから先に行くぞ。論文頑張ってくれよ。ありがとう。もしこの件に関する情報があればぜひ私に教えてくれ。頼んだぞ。おい、さっき言ってた件だけど残票と関係があるんだろ。じゃあもし何か分かったとしても参考として教えてあげられることなんてないよな。だって残票のやつはオイラたちに倒されて囚人になったんだぞ。普通こういうやつの情報って全部極秘情報ってやつになるだろ。オイラに言わせれば赤羽は課題を変えた方がいいと思うぞ。課題なんてものは世界中の大樹くらいいっぱいあるんだ。別に。うわあ！おい、さっきの人影を見たか？いきなり通り過ぎてったあれ、あっちに行ったけど、あれは残票？いや、そんなはずないぞ。だってあいつは閉じ込められてたはずじゃ。早く追いかけてみようぜ。早く。それ
旅人にパイモン来たのね。ナヒーラ、さっき外でザンヒョウが堂々と歩いてたのを見たぞ。あいつは閉じ込められてって、うわー、いる。やはり来たんだね。おい、なんでお前がスラサタンナ聖書にいるんだ。閉じ込められてたんじゃないのかよ。あなたたちが気にするのもよくわかるわ。この訳は私から説明させて。ザンヒョウの釈放は私の意思によるもの。私たちの間にとある取引があって、彼は私に代わって世界樹内での調査をしてくれているの。取引？どうしてあんなやつを信じるんだよ。スメールがどうして僕を生かしたと思う？考えもしなかったかい？それとも僕に死んでいてほしかった？なら、なぜあの時とどめを刺さなかった？うぬぼれすぎだぞ。ナヒーダがお前にはまだ謎があるって。じゃあその謎がなくなったらさっぱり手を下せると？おお、それは成長したね。ついに優柔不断を捨て去ることができたんだ。あら、もう喧嘩を始めてしまったの？困ったわね。少し冷静になってもらえる？オイラたちは心配してるんだぞ。ナヒーダ、こいつに騙されちゃダメだ。君みたいな奴はなかなかいないよ。あろうことか知恵の神の知恵を疑うなんてね。実に面白い。おい、仲違いさせようとしても無駄だぞ。合理的な条件の取引であれば、相手が残票であっても私は問題ないと思うわ。もちろん、君はあの博士とさえ取引したほどだ。その誠意は信じるよ。ええ、彼の手から価値のある情報を交換できた。この点についてはいずれもっと知ることになるでしょう。この前の一戦で残票の力はほぼ消耗した。今の彼は私たちにとって戦略的な脅威となることはないわ。むしろ微妙な状況に身を置いているの。それに彼はファデュー執行官第6位だったこともあって、多くの秘密を知っているはずよ。そんな彼がスメールに閉じ込められている状況だから、ファデュイの態度は気になるけれど。ちょっと待てよ。だったってことは、もう執行官じゃないのか？できれば、私もそう言いたくはないのだけれど。でも、博士は歯医者を連れて帰るつもりはないみたい。つまり、世間の大半は、利用するものと、されるものの関係にある。これこそが一番安定した人間の関係なんだ。ファデュイと僕、あとは彼ら同士の間さえそうであるようにね。価値さえあれば誰も捨てられない。だけどこの件が終わって僕が一部からの信用を失ったことは認めざるを得ないようだ。ファデュイ内部は僕の用途を再評価しようとするだろう。僕も自分のために退路を残しておかないとね。この間話し合ったように、私は命を傷つけることが嫌い。あなたも守ってくれる場所が必要なら、他の勢力に身を寄せるのはどう？見ての通り、目の前の二人はもう反対を表明している。違うかい？そして君はこいつらの友人だから、自然とそちら側に立つ。当たり前だろ。ナヒーラ、こいつのデタラメを聞いちゃダメだ。ではこのことはまた後で話し合うことにしましょう。まだ時間はあるわ。とにかく
今日のことは試みの一つだと思って。協力して、これを今後の判断に生かしましょう。わかった。僕は約束通りに動くとするよ。行ってきて。連絡は取り続けられるように。ナヒーダ、今回決めたこと、本気なのか？ええ。というより、この決定を下したのは、あなたにも関係があるからなの。そう。私は以前、世界樹には、あなたの血縁者の記録があるって言ったわね。あ、そうだぞ。今日お前を探しに来たのも、そのことを聞こうと思ったからなんだ。もっと情報はないか？ええ。あの時、ファデュイの方では、あなたの血縁者の情報を、降臨者の範疇に含めなかった、と言っていたことは覚えているはずよ。これが重要なの。もしかしたら、ファデュイは、私すら知らない情報を把握しているのかもしれない。ファデュイの一員だったザンヒョウなら、こういった情報の把握は、私より正確かもしれないわ。もう少しで、新たな神になれた彼は、権能を与えられ、世界樹と繋がることができるようになった。神の心を失った今でさえ、彼の体内には、まだ少し繋がる能力が残っているの。世界樹内部の情報量は、あまりにも膨大で、私でさえ、すべてを事細かに網羅するのは時間がかかる。だから、この方面に詳しい残票に、私の代わりとなって、世界樹で降臨者に関するすべての内容を探すように言ったの。そうだぞ！とにかくオイラは、あんな奴信じないぞ！あいつには散々邪魔されてきたからな！わかっているわ。ただ、時には立場がすべての前提となる。未来のことは、彼がどんな情報を持ち帰るのかによって決まる。それに旅人、私はずっと、あなたが願っていることを知っていた。私たちは、何度も意識をつないだから、あなたの心のどこかに、強い思いが隠れていることを、ね。あの感覚は、闇夜の中で、ただ一つの灯火を探しているようだった。残票に用心することは、私がスメールの神としてすべきことでもある。でも、私はあなたを友達だと思っているから、ずっと、あなたのために何をできるのかを考えていた。あなたが昼夜問わずに思い続けているその答えを手に入れられるのであれば、残票との取引も喜んでやるわ。そう遠慮しないで。あなたはスメールの英雄だもの。これは、それにふさわしい報酬よ。でも、やっぱり安心はできないぞ。何かオイラたちにできることはないか？あなたたちに連絡しようと思ってたの。でも、その前にあなたたちが私のところまで来た。これは、一種のテレパシーと言えるわね。実際、あなたに依頼するつもりだったわ。私の代わりに、残票を監視するように。力がほぼ失われたとしても、残票は執行官。あなたが彼と一緒に行動してくれると、私も安心できるわ。もちろん、あなたたちが世界樹を進むためのガイドができるよう、外からではあるけど、ナビゲーションの形であなたたちのそばにいるから。うん。ではお願いね。準備をして。もうすぐ世界樹へ送るわ。おー。世界樹のある環境は、前とだいぶ変わったな。色が穏やかになったのは、今のスメールが平和だからだよな。なんだ、君たち、もっとのんびりしてくるのかと思ったよ。僕が一足先に
世界樹に入ったのが心配で、お友達との世間話さえ惜しんだんだね。こいつ、囚人のくせに、なんだってそんな偉そうな口の聞き方なんだ。囚人が監視につきまとわれること自体は至って普通だ。だけど今は僕の獄外運動の時間だってこと、きちんと認識してもらわないと困るな。うまく合流できたようね。注意しておきたいことが一つあるわ。じきにあなたたちは世界樹の内部に入ることになるけれど、そこはその特殊さゆえにずっとスメールで最も重要な存在とみなされてきたの。通常エリアと違って、世界樹の内部には情報やデータで構成された本流しか存在しないの。世界樹内部での行動は常に最大限に警戒する必要があり、必要のない行動は厳に慎むべきよ。あなたたちの間に積もりに積もった恨みがあることは百も承知だけど、世界樹に入ってからは内輪揉めは絶対に禁止よ。これはあなたたちの安全のためでもあると思ってちょうだい。わかったよ。これから大事なことをするのに免じて、しばらくはあいつと平和に共存してやる。気まずいのはなしにしよう。後で一緒に行動するんだからね。クラクサナリデビとの約束通り、僕が先陣を切る。経路探索、危険の排除などは僕に任せて。君たちはおとなしく、お目々を大きくして待っていてくれればいいよ。ふん、オイラたちより冒険の心得があるように聞こえるぜ。随分な自信じゃないか。他の用事がないならさっさと出発するべきだ。それともまだ心の準備ができてない？もうちょっと時間が必要かな。なあ、もうこいつの口の聞き方嫌だぞ。しつこい。ふん、始めていいよ。世界中へのアクセスを許可。アクセスプロセス起動。これって小さな苗木か？もうこいつ、オイラたちもすぐ追いかけようぜ。おお、これが世界樹の内部か。変わったところだな。それになんか怪我すことが許されないって感じがするぞ。世界樹はテイワット大陸全体と密接に関係していて、その内部に流れる全ての情報に意味がある。驚いてばかりで時間を無駄にしないでよね。出発するよ。なんでかわからないけど、あいつの言うことに素直に従いたくないんだよな。クラクサナリデビ、これから世界樹の中心に向かう。中心の場所はまだ感知できるわよね。なあ、情報の検索だけど、あそこでやるのはどうだい？許可するわ。行ってきてちょうだい。行こう。しっかりついてくるんだね。勝手に走るなよ。おい、そのここで勝手に走って道に迷ったらどうなるんだ。何笑ってるんだよ。想像していただけさ。君が迷子になった時、果たして旅人がどんな表情をするのかをね。ここで何も起こらないと保証できる人なんて誰もいないんだ。安全のため僕にしっかりついてくる方がいい。世界樹内部の情報だ。
勝手に触るな。どの方向を見てもあまり変わらないな。で迷子になりやすいわけだ。こいつ本当のこと言ってたんだな。またオイラのことを笑ってるぞ。何なんだよあいつ。騙すというのは時間と場所をわきまえるものだ。今はそのどちらも当てはまらん。ついたよ。クラクサナリデビ、あの場所に着いたはずね。準備はどう？いつ始めてもいいよ。じゃあ準備してちょうだい。意識の本流へのアクセス準備開始。アンカーを設置。スカラマッシュのやつ、まさか本当にナヒーダのために働いているなんて。あんなやつでも死ぬのは怖いんだな。後のことは頼んだわ。新しい発見があればぜひ私たちに教えてちょうだい。ああ。うい、オイラたちは逆にやることのない暇人になっちゃったぞ。旅人、ダイモン、少しお話ししない？そうよ、タイモンも誘ったわ。頭の中で直接会話ができるのか？そういう風に理解してもらっても構わないわ。それに私たちはもうお互いを知ってる友達でしょ。たまにはこういう風におしゃべりするのも悪くないわよね。おう、新鮮だな。悪くないぞ。そうだ、さっきから聞きたかったんだけど、スカラマッシュってなんか矛盾してると思わないか？話すときはいつも挑発的なのに、仕事をしてるときは妙に真面目なんだよな。言ったはずよ、彼にはまだ謎が残っていると。そういう事情は私の視点だからはっきりと見えているけれど、彼自身は全く理解していないみたい。もしかすると彼は今日答えを見つけるかもしれないわね。さすがの思考ね、緻密で賢いわ。彼の心のあの部分に触れたなんてね。確かに裏切りこそが今の彼を作り上げたと言っても過言ではないわ。おいらてっきりああいうやつは怖いものなんて何もないのかと思ってたぜ。結局大したことないじゃないか。人は皆大なり小なり自分だけの過去を持つのよ、パイモン。残票がたとえ雷神によって作られた人形だとしてもね。人形といえば、今日教練員の前で論文について議論しているやつらを見たぞ。あいつらのお題はなんとタタラスナの事件だって。ナヒーダ、そのことは知ってるか？タタラスナで起きたあの謎の事件や、それに歌舞伎もののことなら知ってるわよ。本当か？あいつらから聞いた話だと
タタラスナの歴史にはいろんな疑わしいところがあって、今ある情報は全て想像から補足したものらしいぜ。あら、面白いわね。その二人、想像力だけでこんなに有力な情報を推理できたなんて。まさかあいつら結構当たってたのか？少なくとも、タタラスナがかつて何かによって被害を受けたという点においては当たっているわ。魂が三つも集まって世間話かい？賑やかだね。いつだって僕が参加できない話題ほど魅力的じゃないものはない。くえ！お前、なんで急に喋ったんだよ！わざわざ僕を避けてお話ししてるんだ。きっと僕について議論してるに違いないと思ってね。それもそうだ。囚人が歓迎されないのは、至って普通なことだよね。それで、お前は何か見つけたのかよ？まだ探ってる。でも、過大な期待はしない方がいい。君と、君の血縁者は、世界の外から来たんだ。世界中に全く記録されていなかったとしても、不思議じゃない。待てよ。お前、ずっとそのことを知ってたのか？それとも、ナヒエダが教えてやったのか？僕たちは何度も会ったじゃないか。君は有名人なんだし、君に関連のあることを知っていても、おかしくないと思うけど。今の君と僕の間に必要なのは、平和さ。自ら求めて、不快な目に遭う趣味もないから、平常心で会話することくらいはできるよ。ん？待て。この光、苗木のように見えるけど、一体何なんだろう？無名のデータ？おい、約束を忘れるなよな。オイラたちにも教えろよ。しつこいな。おとなしく待っていなよ。丹羽様、本当に危険を冒してまで行くつもりですか？タタラスナの核心要路にも関わっています。軽率な行動はおそらく炉心に入る上で拙者より良い人選はおらぬ。そうですか。あなた様がそう決めたのであれば。これは タラスナにたどり着いてからもうだいぶ経ちますが、あなた様といい、神輿長政様といい、ここにいる皆様の親切寛大さには言葉もありません。あなた様のいるタタラスナは温かい集落のようで、巨大な村のようです。人々は充実した有意義な生活を送り、熱意を抱きながら暮らしています。私の知る限り、将軍様は長年にわたり稲妻の大地に猛威を振るう邪悪な妖魔を退治してきました。タタラスナという場所も当初は消化骨髄を消費するために設立されたと存じております。消化骨髄を消費するために鍛造業が盛んになり、代々続く刀の職人が生まれました。世に名を馳せた者もいれば、黙々と一生を過ごした者もいました。伝承はこのようにして継がれてきたのです。技術、血筋、夢、この工業に魅せられた全ての職人たちは、刀と鋼の中で自我を求め続けてきました。あなた様が私や赤目さんの提案を受け入れたのもそのためなのでしょう。エッシャー殿、赤目殿が言っていたでござる。お主が稲妻を訪ねてきて、偶然に彼と友情を築き、共に技術を研究しておらねば、
こうも早く鍛造技法を改善する術を思いつくことはなかったであろうと。お主は共に研究した技術を赤目殿に譲り、その後彼は技術を拙者に売ってくれた。今やタタラスナの炉心で回る鉱石のすべては新技術によって精錬されたものでござる。それだけでなく、お主もタタラスナの顧問の一人としてここに滞在し、我らに付き合ってくれた。お主の到来は我らの生産や鍛造の様式を変えてくれたのでござる。過分なお言葉恐れ入ります。もともと稲妻の鍛造業を鑑賞できることは実に喜ばしいと思っておりましたが、あなた様方と共になれたのも私にとって光栄なことです。しかしエッシャー殿、本当にそれだけであろうか。と言いますと？今日まで物事の全てをつなげて考えたことはなかった。それはこのように邪推することも、そうせざるを得ないほど事態が悪化していると信ずることも、いずれもしたくはなかったからでござる。新技術の実用化を受け入れたことで我らは何を得た？怪しい黒煙、滞留する問題、職人の体力の損耗や死傷の比率は上がり、それらが発生する間隔は日ごとに縮まってきておる。知っての通り、最近まで炉心内では怪しい汚れのせいで死人が出ていた。情報を抑えて外部の人間には真実を公表していなかったが、そのあたりは拙者よりも詳しいはずであろう。エッシャ、外へ助けを求めに行った者は誰一人として帰らなんだ。己や拙者の友である歌舞伎者も、あの金色の羽を持って鳴神島の将軍様へ謁見しに行った。これは我らの最後の希望と言っても良いであろう。かような状況になってもエッシャ、己は何も恐れていないのであろうな。でなければどうしてその顔にまだ微笑みが張り付いているのか説明がつかぬ。これはただ驚いているだけです。あなた様からこのような本心からの言葉を聞けるとは思っていませんでしたから。この推測はあなた様の心の中に長くあったものなのでしょうね。三越長政様もおそらくはこの一連の事件の裏にある共通点に気づいたのであろう。つまり己のことだ、エッシャ。ただ三越様は強直なお方ゆえ、行いも拙者より用心深い。噂によりますと三越様は将軍に切り伏せられた幼女トラチオの養子であり、家族の汚名を晴らすために検討してきたと聞いています。行いが用心深いのも当然のことです。そこまで内情を知る者が遠路はるばるフォンテーヌから来た一階の機械職人というのは少々役不足ではなかろうか。三輪様がおっしゃっているのは私に公方の職でも見繕っていただけるということですかな。しかし残念ながら私は技術にこの身を捧げるつもりでして。もう良いであろう、エッシャ。拙者がここに立っているのは炉心内部で邪悪な力が猛威を振るっているため、それを解決するためには己のよこした邪水を吸収できる装置を持ち、危険区域に入る人間が一人必要なのだ。拙者はここの責任者ゆえ、その席を追い勇気を持って死へと赴こう。だがエッシャ、己は何を待っているのだ。その目を見れば私を深く疑っていることは明白ですね。今さらその芝居を続ける必要もなかろう。己が誰であれタタラスナを破壊する計画はうまくいったようであるからな。ただ知りたいのだ、
ことここに及んで一体何を待っている。ここにまだ己の好奇心に対する答えがあるというのか。庭様、私はこの時を待っていたのですよ。このようにあなた様の話を聞き終えてから決して炉心へ入れぬよう阻止する時をね。己は。私の予想より少しは賢かったようですね。少なくともここに着いた当初はうまく偽装できていたと思ったんですがね。まさか当時からすでに私の情報を探り始めていたとは思いませんでした。稲妻とフォンテーヌは遠いですからね。あなた様の配下がエッシャーという名前は偽名であり、フォンテーヌから来てなどいないと確認するまでかなり時間がかかったはずですが、それでもなおあなた様は私の正体もこのタタラスナの何がまだ私を引きつけているのかも想像だにできなかった。お前ごときにこの私が仕掛けた罠が見破れるとまさか本気で思っていたのか。拙者を殺めてしまえば炉心に入る人間がいなくなるぞ。この地を滅ぼすつもりか。いやいや、まだもう一人いるはずだ。人間だとは思われていないかもしれないが、彼にそうだと告げたのは他でもないお前だったな。お主は人形などではない人間なのだ。違いといえば心が一つ少ないだけではないかと。己の背後にまだ他の勢力がいることは遅かれ早かれ露呈することになる。しかしどうしてもわからぬ。これらのことにあたって何を意図している。本来であればより徹底的にやれたはず。違うか。それは無論鑑賞と実験のために決まっている。何せ私は尋常でないほど辛抱強いからな。もちろんもし気になるなら本当の名を教えてやることもやぶさかではない。私のことはファトゥス、博士と呼ぶがいい。ファデュイだと。何をするつもりだ。お前たちの国に少しだけ本当に些細なトラブルを起こしに来ただけだ。故に己は技術を改善し、消化骨髄に含まれる邪水の力を最大限に発揮できるようにさせた。お前のように身分のある人間も死に際にはそんな凶暴な顔を見せるんだな。私が作った装置は本物だ。外の人間に悟られずこの災難を解決するにはあれが必ず必要となる。ただあの装置がお前のために用意されたものではなかったというだけだ。憎しみを持つほど人間はより簡単に邪水に取りつかれる。だから思い切って怒ってくれていいぞ。この心臓が人形に入った時どんな効果をもたらすのか見てみたいからな。どうせお前がいなくなれば遅かれ早かれあの純潔な人形を利用したがる輩が現れる。人間とそうではないものが友達になる理由なんて他にないからな。拙者の心臓を彼に渡すのであれば彼に伝えてくれ。長政様も
拙者も皆彼のことを仲間だと思っていると。彼が自らを証明するために何かをする必要はない。人と人の間は理解だけではないのだ。そうなるのは博士とやら己のようなやつだけだ。なんと美しい理想か。この私でさえ少々の罪悪感を覚えざるを得ない。そうだな、お前を尊重して私自身の定義を変えてやろう。お前さえ良ければ私のことを化け物、あるいは君とでも見るがいい。お前が死んだとしてもそれは愚かさのゆえに殺されたのではなく、超越できないものに負けただけなのだ。庭様よ、楽しみに待とうじゃないか。果たしてお前の友達の人形は人間になれるかな。いいや、もちろん不可能だ。ん？庭？おっと、もうこと切れたか。実に残念だ。さて、どうけよ。これでお前から預かった任務は完了だ。ギャップを作り、稲妻の動きにはめ込む。実に面白かった。では、一人の人形を紹介しよう。もし彼に使い道があれば、私たちの同志になってもらう。そうでなければ、塵になってもらうまでだ。ど、誰？ど、誰？いいね、実にいいよ。さっきのは博士？あいつフォンテーヌの職人になりすましてたってことか？見たのはあいつ視点のものだったんだ。博士に触れ、断片をすべて取り除いたかを確認したとき、彼の心の中からこの記憶を読み取ったの。あなたにとってこれは真相と言えるものでしょ？こんなものは全く無意味だ。そうかしら。けれど記憶の中の庭はあなたを裏切らなかったわ。あの時タタラスナであなたが装置を炉心に持ち込むよう仕向けたのは彼ではなかった。その意味は私よりもあなたの方がよくわかっているはずでしょ。オイラたち、場所を変えようぜ。あいつなんだかすっごく怒ってるみたいだし、近づくのが怖いぞ。彼に感情を消化する時間を与えてあげた方がいいわ。オイラ、タタラスナのことはまだはっきりしてないけど、あれが博士の仕業だったってことはわかるぞ。どうしてあいつはそんなにムキになってるんだ？今までそんな風にパイモンを騙した人はいなかったから理解できないのも無理はないわ。おそらく遅かれ早かれ彼はこの情報を知らなければならなかったわ。これ以前のことはあなたたちも知ってるはずよ。歌舞伎者はカツラギに拾われ、タタラスナの人々と共に暮らした。その後
博士がフォンテーヌの職人に変装し、一連の騒動を引き起こしたの。全ては博士が意図的に仕組んだ恐ろしい実験。それは未来の稲妻に発芽させる災いの種を埋めるためだけに行われた。そしてザンヒョウも博士の実験に巻き込まれ、実験対象として大いに注目を浴びることになったのよ。その記憶の後、真相はこうなるの。博士は庭の心臓を装置に組み込み、それをザンヒョウに渡して炉心の中心部に入らせ、溶錬による汚れをすべて吸収させたの。予想をはるかに超える負荷だったけど、ザンヒョウは生き延びた。彼は疲弊して炉心から離れるとき、職人に問いただした。この装置が自分を守ってくれたようだ、中身は何だと。そして職人は答えた。ニワ様は罪を恐れて出奔されましたが、あなたへ贈り物を残されました。罪なき従者から奪ったあなたにとって念願のものであるとのことでしたと。そう言って職人は枯れた心臓を装置から取り出した。ザンヒョウは想像もしなかった。自分が渇望していたものがこのような残酷な形で目の前に現れることを。他人を殺して奪った心臓は確かに不吉なものだけれど、それが汚れから身を守ってくれたなどということを。彼は自分が庭に完全に裏切られただけでなく、その裏切りによって生き延びてしまったと思い込んでいる。怒りと悲しみがこみ上げたザンヒョウは心臓を強く地面に叩きつけて、断固としてタタラスナを去ったの。そうだったのか。つまり博士は罪のない人を殺しただけじゃなく、それを死んだ人のせいにしたってことだよな。なんてひどいんだ。そうね、それを理解してこそ彼は初めて進むべき未来への道を選べるわ。ドットーレ、よくもこんなこと。庭は鼻から罪を恐れて逃げたわけじゃなかった。お前が彼を殺したんだ。僕を心配してくれているのか。僕たちの間にあんなことがなければ危うく僕も君たちのお友達になれるかもしれないと思ってしまうところだ。もちろん約束は守るよ。おい、まさかお前オイラたちの知りたいことを調べてくれたのか。僕たちはそのためにここにいる。違うかい？ただ残念ながら、世界中に降臨者についての記録がないことは確かだ。あなたがそう言うのなら、どうやら本当に世界中は降臨者を記録しないようね。世界の外から訪れし者が、テイワットに属することはないんだわ。要するに、収穫なしか。そう焦らないでよ。なんだい、その落ち込んだ顔は。個人的に少し情報をあげるよ。え、お前何か知ってるのか。君の妹が
世界樹に記録されていたのはカーン・ルイヤと関わりがあったからかもしれない。噂によると彼女が初めてこの世界に降臨した場所こそまさにカーン・ルイヤだったという。そして彼女がこの世に降臨した原因は天空が召喚に応じたからだと。天空が召喚に応じた？これは道家の口から聞いた言葉だ。間違いはない。彼はかつてカーン・ルイヤの宮廷魔術師を務めていて君の妹と一緒に過ごしていたことがある。詳しいことは僕もわからない。信じるかどうかは君の自由だ。僕が言いたいのはこんなことで君を騙したりはないってことさ。クラクサナリデビ、君も聞こえただろ？ええ、驚くべき情報ね。世界樹からの情報じゃないけど僕の収穫と言えるかな。価値はあるかい？とても価値があるわ。そうか、なら次はプライベートな時間だ。え、お前何をやったんだ？クラクサナリデビの言う通り、僕の力は残りわずかだ。残存する神の力を尽くしてもこの障壁を維持できるのはほんの少しの間だけだろう。君に教えた秘密は感謝を受けるに値するはずだ。見返りとして今僕の質問に答えてほしい。僕の手を取って。こうやって会話するのかな。聞こえるかい？いや、それはもう無理だ。君と少し言葉を交わす程度が限界だろう。教えてくれ。この世界で歴史が変わったことはあるかい？これでいい。何があったんだ？お前ら一瞬手を掴んでたのが見えたけど。いや、ただ助けてくれたお礼をしただけさ。じゃあね、君たちも早くここから離れた方がいい。相変わらず勘がいいね。だけど僕たちはもう会うことはないだろう。残票、それに歌舞伎者、この二つの名前は存在なきものとなる。タタラスナで死んでいった。僕と関わりのあった者たちは別の人生を歩むべきだ。おい、スカラマッシュ、お前バカなことをしようとしてないか？そういえば僕は虫が嫌いだ。小さくて数が多く群れをなして生きる、そういうものを取り除くと気分が良くなるんだ。そして今虫は誤ったところに足を踏み入れた。幸いそれらは全て正すことができる。僕は清く正しい答えを出してみせるよ。スカラマッシュ、スカラマッシュ、ダメだ、本当に消えたぞ。何かあいつを探す方法はないかな。まずい、本当に消えたぞ。私の声が聞こえる？あ、ナヒーダ！
旅人にパイモン、そしてザンヒョウは。先ほど何が起こったの？私は急に何らかの力に遮られてしまって。スカラマッシュの仕業だ。あいつがお前を締め出したんだ。想定外だわ。彼にはほとんど力が残っていないというのに、まだそんなことができたなんてね。もしかして破れた時に力の一部をこっそり隠していたの？それとも彼は全力を尽くして本来到達できない境地まで登ったのかしら。あいつどこへ行ったんだろう。うごめんなヒーダ、オイラたちが見張ってたのに。大丈夫よ、あなたたちが悪いわけじゃないわ。この先どうなるのか私も完全に把握できているわけじゃないけど、私に任せて。そろそろ時間よ。私の導きに従って一刻も早く世界樹の内部から離れましょう。事態は急を要するけど、まずはここで休んでいてちょうだい。宿泊の手配はもうしてあるから誰にも邪魔されないはずよ。ごめんなさい、今はまだあなたに来てもらう必要はないの。私がやるわ。ナヒーダ、そんなに深刻な状況なのかよ。お前は大丈夫なんだよな。あまり心配しないで。私の判断が正しければ多少の波があれど大きな災いにはならない。無事の知らせが届くまで気力と体力を回復していてちょうだい。あ、声が消えた。なんかとんでもないことになったみたいだぞ。スカラマッシュの言ったことどういう意味だったんだ？それにさっき、なんであいつはお前の手を掴んだんだよ。歴史を変えたい？でも、そんなことできるわけないだろ。そうだろ、どうやったら歴史が変わるんだよ。すでに本当に起こったことなのに。例えばオイラがこの宿にある水を全部飲んだとして、それを証明できる人が誰もいなくたって、オイラは自分が水を飲んだっていうことを忘れないぞ。でもなんだか心配だ。なんかスカラマッシュがすごく恐ろしいことをしようとしてる気がするぞ。わけがわからない。ドア！ごめん、うっかりしてたぜ。スカラマッシュが変なこと言うからだ。でも自分を消すなんてことはどう考えてもありえないよな。もしかして世界樹の中だったらそれができるのか？ダメだ、頭がパンクしそうだぞ。あいつが何を考えてるのか全くわからない。なあ、もう嫌なやつだな。いっつもオイラたちに迷惑ばっかかけて。でもまさか
そんなことを成功したりしないよな。そしたらあいつと関わりのあった人とかにも影響が出ちゃうのか。オイラたち本当に何もできないのかな。なあ、これからどうすればいいと思う？寝るしかないのかな。でもオイラ怖くて眠れないぞ。いっそおいしいもんの名前をあげて気をそらそうぜ。これでも効果がなかったらオイラここで怯え死ぬかも。じゃあオイラからな。一つ目はモンド風焼き魚、それから鶏肉と野生キノコの串焼き、午後のパンケーキ、ホワイトソースポトフ、松茸のバター焼き、それとジョジョジー杏仁豆腐、満足サラダ、あとあと船長賞、エビのポテト包み揚げ、リーユエサンス、ハスの実入り茶碗蒸し。オイラ今何してたんだっけ。オイラなんか言ってたような、でも急に内容を忘れちゃったんだ。何だったっけ。えスカラマッシュ、それも料理の名前か。変な名前だな。さっきから目を見開いて。オイラなんか変なことでも言ったのか。その残響って誰かの名前なのか。聞いた感じあだ名みたいだけど。急な用事でもあるのか。視界が開けたわね。あ、雨の鍛冶屋に着いたぜ。おお、久しぶりじゃな。もちろんだ、話してみろ。そんなことが聞きたいとはな。まあいい、知りたいならもう少し詳しく話してやろう。かつて稲妻に名を馳せた雷電五花伝、それはこの五つじゃった。雨の間、仏、一心、百目、千寿、この五つの鍛造技術はもともと将軍様から直々に賜ったものじゃ。
それは多くの優秀な職人たちによってより優れたものへと磨き上げられた。しかしその後、これら刀鍛冶の家系は次第に没落していった。現在も受け継がれているのは我々アメノマただ一つのみじゃ。じゃが幸いにも近頃楓原和葉が稲妻に戻り、一神殿の技術を受け継いだ。これにより五家殿もまだ二つは残っているということになる。わしの記憶が正しければ、彼が刀を打った時お前もその場におったはずじゃが。そう言われたらオイラも思い出したぜ。確かにそんなことあったな。あの時は雷電五家電が没落したことを聞いてすごく悲しかった記憶があるぞ。はあ、それがまた悲しい話なんだ。本来はわしなんぞが知る由もないことじゃが、それぞれの家系が衰退する話を長年聞いてきて、理由さえ知らぬのはどうかと思ってな。気になって楓原和葉に聞いたのだ。彼は同じ雷電五家電の末裔として、わしには知る権利があると言った。まあお前に伝えても構わんじゃろう。ただ聞いて嬉しくなるような話でもないがな、雷電五家電は猿刀工の末裔に報復されたんじゃ。その者は狂ったように殺しを行ったとされている。報復？どうしてだ？伝説によると400年以上も前、タタラスナの炉心で事故が起こったらしい。現場にいたとある刀工が他の者を助けるため危険を顧みず炉心の中へ飛び込んでいったと。タタラスナの鍛造精錬技術は優秀なものじゃった。当時タタラスナを管理していた造兵士の神は庭という名字のもので、楓原と隕石の関係にあった。造兵士の神の庭様もその刀工と一緒に炉の中へと飛び込んだそうな。後に炉心は安定したようじゃが、その時には二人はもう、刀工の一族は没落し、その者の息子は誰も面倒を見てくれぬ孤児となって、毎日を憎しみの中で生きるようになった。彼はこのことを稲妻全体のせいにした。父の死について無関心な将軍様を恨み、父を救ってくれなかった全てのものを憎んだんじゃ。じゃが無力な彼はその恨みを子孫に継がせることしかできなかった。こうしてその一族は代々恨みを背負い、苦しみの中を生きた。物語はここで終わらない。100年前、一族の当時の当主は現状にひどく不満を感じておった。じゃがそれを好転させる力もなかった。やがて彼は怒りを晴らすために極めて過激な決断をした。雷電五家電に復讐し、稲妻の鍛造事業の根幹を揺るがそうとしたのだ。その者は百目一族の出でありながら、自らの一族の職人まで殺めてしまった。100年ほど前、全ての攻撃を主導したのが彼じゃった。じゃが楓原家と上里家の末裔や刀工と対峙した折、そばに居合わせた者がおったことで、彼は猛烈な反撃に遭い、その場で死したとされておる。そのおかげで
楓原が代表する一神流も壊滅を免れた。不幸中の幸いと言えるじゃろう。まだ他に聞いておきたいことはあるか？楓原和葉か。ちょうど昨日ここに来ておったぞ。世間話などして茶を飲んだ。様子を見るに元気そうじゃったな。気にするな。その表情だとまた他の場所に行くんだよな。イヒヒ。オイラって結構顔色を見るのがうまいだろ。じゃあ次の場所に出発だ。オイラはどこまでもお前の後についていくぜ。着いたぞ。シャブ養父だ。それで旅人、久しぶりだな。もし奉行様とお嬢様を探してるのなら、あいにく今は府中にいないんだ。公務に行ってるのか？ああ、奉行様は公務に行っている。お嬢様の方は奉行様の名代で会議に出席しているんだ。休養があるならここで少し休んで待つといい。どうするんだ？中に入るか？他の人だったら当然ダメだが、君は奉行様やお嬢様とも親しい仲にあるからな、問題はない。ありがとな。じゃあ中に入るぜ。おや、そのように私を見てどうしたんです？何か聞きたいことでも？いいですよ。お嬢様から聞いたことがあるので、あなたがあの旅人さんであることは知っていますよ。何を聞きたいのですか？あなたのおかげでお二人とも元気ですよ。お嬢様は近頃さまざまな会議に出席しています。時には奉行様を手伝って民間の組合にも顔を出していらっしゃるんですよ。奉行様の方はというと、あなたもご存知の通り、相変わらずとても忙しくなさっております。ただ最近はご気分が良さそうでしたね。聞いた感じ、普段と変わらないってことか？ええ。どうだ、他に聞きたいことはあるか？どういたしまして。あなたがとても忙しいと伺っていなければ、奉行府によく来るようお誘いしていたところですよ。実のところ、お嬢様からよくあなたのことを伺うんですよ。あなたのようなお友達ができたことをとても嬉しく思っていらっしゃるようです。それにあなたがあらゆる面で素晴らしく尊敬できる方であるともおっしゃっていました。私もあなたが稲妻に来られてから、さまざまなことが良い方向へと向かっているような気がします。もしかしたら貴人や縁あるお方というのはあなたのような方のことなのかもしれませんね。どれも心の底から思っていることですよ。普段奉行様がお食事をなさるときは、いつも当麻様がおそばに付き添っていらっしゃるんです。その横でお二方のたわいのない話を聞くことが、私が最も安らぎを感じるひとときなんですよ。公務によってはやむなく外でお食事をされる時もあります。ただ奉行様は機会があれば府内へお戻りになられて
お食事をされる方が好きなんです。奉行様が言うには、トーマ様の料理の腕はおよその料理人よりも秀でているとのことです奉行様はいつも家を思ってくださっているのですよ。ご存じないかもしれませんが、お二方はあなたのこともお話しされます。まるでとても長い付き合いで何でも話せるご友人についてのことのように語られるんですよ。お嬢様もたまにご一緒されることがあります。近頃何度か会った一家団らんのひとときには、いつも趣のある人や見聞についての話がありました。その中にはやはりどれもあなたがいたのです。先代奉行様と奥様が亡くなられてから、上里家もこれだけの年月を歩んできたのですね。婆やの私は奉行様とお嬢様の成長を見守ってきました。彼らの身分であなたのような趣のあって頼りになるご友人ができるなんて本当に良いことです。もしお時間がありましたら、いつでも奉行府へ遊びに来てください。ぶしつけですが、婆やからのお願いだとでも思ってくださいな。それはよかったですありがとうございます。ひひ、オイラここに来るのが好きだぜ。それにおばあさんも言ってたけど、シャブ行夫の料理ってすごいんだってな。オイラも食べたくなってきたぜ。今度ご飯を食べに、じゃなくて遊びに来ようぜ。ご飯の時間の時にな。もちろんいいですとも、歓迎いたしますよ。じゃあオイラたちはこの辺で失礼するぜ。でも、もうこれからどこに行けばいいんだ。うん、わかったぜ。じゃあな、おばあさん、見送りはしなくてもいいからな。ええ、わかりました。また今度お会いしましょう。二人とも、もう行くのか。おう、用事が済んだからな。心配しなくていいぞ。そうか、君たちの旅が順調であるよう祈るよ。さようなら。それとも人探し？おや？旅人にパイモン？グザビエ？どうしてここにいるんだ？この近くで用事があってね。それに二人こそどうしてここへ？聞きたいことがあるんだ。もちろん、俺はここ一帯のロシンを研究したことがある。何が聞きたいんだ？遠慮せず聞いてくれ。当然さ、俺はこの近くを数えきれないほど歩いてきたからな。それに他の場所でも、かつてタタラスナに住んでいた人の子孫に会ったことがある。彼らの口から語られるのは、どれも全て真実の歴史さ。ああ、急にそう言われてもな。二言三言で説明しきれるもんじゃないんだぞ。知ってるだろ、タタラスナは歴史深い場所なんだ。俺の知る限り、タタラスナは鍛造精錬業の中心地区の一つとして、数千年にも及ぶ歴史を持ってるんだ。ただ炉心には2回ほど問題が発生していてな。2回？どの2回だ？ここ数年の1回、何百年か前にもう1回だ。そういえば、稲妻の人に聞いたんだが、タタラスナでは以前にもフォンテーヌの職人が来たことがあるらしいな。
どうやらこの二国の技術交流も歴史が深いものなのかもな。聞けばそのフォンテーヌの職人というのも当時のタタラスナの重要な客人だったようだ。なあ、タタラスナに来て聞きたかったこと、グザビエに聞いてみたらどうだ？おお、二人は歴史を研究しているんだな。そうなんだよ。こいつ、今日はどうしたのか知らないけど、ずっと歴史について聞き回ってるんだ。あ？急に歴史について興味を持ち始めたのか？いいぞ、話してみろ。歌舞伎物。聞いたことはないな。その言葉が稲妻では一般的に得意な行動をとるとかユニークな服装をする人とかを指すのは知っている。俺もこの言葉にふさわしい人に会ってみたいとは思っていたが、残念ながらそのような人に会ったことはないし、タタラスナに関係のある話でそのような噂を聞いたこともない。なーに、どうってことないさ。もう行くのか？それじゃあな、グザビエ。おう、気にするな。役に立ててよかったよ。じゃあな。どうやら知りたかったことは聞けたみたいだな。おう。でもお前、今日は本当にどうしたんだ？なんか悩んでるみたいだけど。元気出せよな。何があってもオイラがそばにいるぜ。遠慮するなって、オイラたちの仲だろ。